あ、ちょっとね、ここね、もっとここをね、しっかり意識してこれ引いてしゃがんだ方がいい。ちょっとやってみて。え、これ大丈夫？え、やばくない？え、やだ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 。え、マジで？え、ちょっとこれセクハラでしょ。え、マジやめてほしい。あ、はい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 。これはね、もうちょっと、ね、胸を張った方がいいね。そう、しっかりここを寄せて、そうそう、肩をつける、ね、そうつけて、これ胸のトレーニングだから、ね、そう、胸のトレーニングだから、こうやって、え、胸腫れとるし、え、そこ触る？ありえん、マジやばい。え、これどうすればいい？あ、いいねいいね、しっかりしっかり押して、押し切って押し切って。あ、そう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 、あ、いいねいいね。うわ、また来たこのクソ親父。いや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 、それケツの種目じゃないし、なんでそこ触ってんだよ。いや、マジほんまムカつく。今のこの茶番を見てもらったように、こういうことが結構実際に起こるらしいんですよね、はい、リカさんね、はい、そう。でこれをちょっとね、啓蒙動画、ちょっと今のはちょっとオーバーにね、あの大げさにやったけど、まあ実際にああいうことって結構あるよね。それをなんかリカさんの、なんていうんだろう、実際あった話とか、なんかそういうのをね、あのビビってうまく言えてない女性とかにもこの声が届いたらいいなみたいな感じでポップに作りつつ、結構大事なやつかなと思って撮ってみたんだけど、そうだね、うん、トレーニング始めたばっかりの女性とかだったらなんか結構あるあるかもしれない。男の人がなんか教えてくれるっていうのが結構多くて、うん、でなんか結構ああいう感じになっていくんかなみたいな。まあ実際私もそうだったんで、最初の頃で実際に、まあ、ちょっとまああれはやりすぎなんだけど今回のはちょっとほんまさすがにやりすぎですけど、でもああいう感じでなんか触られて嫌な思いしたなみたいなのはありました実際、ね、うん、でやっぱ教えてもらっとるしみたいなのもあって、そう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 、やめてくださいみたいなのももう言えないみたいな、ね、やっぱ恩着せがましいみたいなところあるよね。そうそうそう、教えてもらったことに関しては普通にありがたい時もあるけど、そうそう、いやもちろんありがたいんだけど、うん、だけど、まあ、そのちょっとね、あんまり触られると、うん、うん、ってなんかちょっとこれ違うなみたいな ね、 ね、うん、しかもその頼んでないわけだけどね、そもそもが教えてくれって。まあね、うん、そうだけど僕が、まあ、わざわざこう後ろからこうシュッて入っていくようにしたけど、本当はああいう感じでなんかトレーニングしとったら頼んでもないのにスッとなんか教えたがりおじさんって、まあ、どの業界にもおるっぽいけど、あ、この人は大丈夫だなみたいな感じでだん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 エスカレートしていって、最終的にはなんか胸触ってくるみたいなとかは、うん、まあマジであるから、そうそうそう、うん、なんかね、トレーニングだったらいいだろう的な感じで、そう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 、ここ聞いとるでしょみたいな感じでこう、そうそうそう、えって思うよ ね、 ね、びっくりするよねあれねそう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 、なんかそういうの僕も見かけたことあるし、うん、だけどあれカップルなのかなみたいな、もし困っとったら助けてあげたいけど、でもみたいな、周りの人もやっぱ言いづらいんよね、それにそれが本当にセクハラなのかとかっていうのもあるし、そうそうそう、だからやっぱ本人が言うしかないっていうのもあれだけど、うん、本人がでもやっぱ嫌だったら嫌って言った方がいいじゃん、うん、まあ言いづらいけどね、すごい言いづらいけど、あ、それはちょっとやめてくださいって言った方が、その人とのまあ今後の関係が、まあもうそれで完全に切りたかったら切ってもいいと思うけど、教えてくれるのがありがたい人だったら、あ、ちょっとそれはやめてくださいって言ったら今後もね、まあ、普通に教えてもらえるような関係は続けれるかもしれないし、でもまあ向こうがね、そもそもそういう目的で近づいてきてるっていう可能性の方が結構大きいから、なんか ね、 ねでしょ、分かんないけど、ね、なんかあんま分からんけどねでも男ってそういうもんよ。だけどこれはまあできればうちの視聴者のね 98% は男性ですけど、できれば女性に届いてほしいなっていう。だけどやっぱそういうのでなんか真面目にトレーニングしたいのに、男性のセクハラでなんか嫌になってジム行くの怖くなりましたみたいな、うん、そういう人がおったら悲しいから、ね、そうそう、まあそういう、まあ、男性が見とるからこそそういうのやんなよっていうの、もし教えるとしても、うん、で僕らトレーナーだから特にっていうのもあるけど、特に異性に対してはもうめちゃめちゃ気使って、ラットプルダウンの時にね、背中を落としてくださいとかいうのはもう当たり前だけど、その時もう背中じゃない、肩だ、肩を落としてくださいっていうのもあるけど、肩を触るとかも基本的にはそのやらんから、肩ですら、そう、人によっては不快に感じる人もおるかもしれんから言わんし、だけどどうしても触った方がこれは分かりやすいなって思う時は
まず許可を取るね、ちょっと肩触ってもいいですかって言って、まあそれでまあ強要みたいになってるじゃないかって言ったらちょっともうそこはもう無理だけど、でもそういうコミュニケーションはしっかり取った上で、この辺だったらちょっと大丈夫ですかみたいな感じで肩だけは触らせていただくとか、そういうぐらい本当になんか気をつけとるから、うん、特にトレーナーはね、まあ、トレーナーやってる人はそのぐらい分かってると思うけど、トレーナーがそういう風にやってる画像を見たから、動画を見たから、じゃあ俺もなんかそのジムで会った人に触って教えてあげたら喜ぶんだぐらいな感じで、で俺も触れるの嬉しいしみたいな、そういう感情を出していく人がいると本当に悲しいんでね、新規参入者をね砕くようなことはやめてほしい、うん、そうですね、はい、まあうちのジムはね、まあ私がいるんで、そうね、リカさんが目光らせまくりで、そうですね、そうですそういう意味では女性は安心ですね、はい、女性はまあ私もトレーナーなんでね、私はまあ触りまくりますけどね、うん、でもそれでも聞くでしょ、リカさん、まあ、最初は。あ、でも聞く、ね、うんうん、やっぱりちょっと触っていいですかとかっていうのは聞きますね、一応ね。そう、てか僕が男性にパーソナルするときでも男性に聞くからね、うん、普通に、うん、それ常識としてね、やっぱその心の距離感とかあるから、うん、急にこんな、なんか知らん人にこんな感じで触られたら、うん、同性でもなんか、なんかちょっと気持ち悪くない、そう、僕はリカさんと夫婦だから、そう、これ見とる人知らん、そうよね、そうそうそう、コミットリスト、そうそうそう、びっくりするかもしれんけど、夫婦だから、あの概要欄に書いておいて、はい、昨日、付き合ってるなとか来たから、あ、そう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 、さては2人付き合ってるなとか前の動画で来たのよ、面白すぎる、うん、ちゃんと返事はしといたけど、はい、だけど僕らぐらいの距離感やったらもうこんなんしてても、うん、リカさんも多分嫌がってないと思うよ、さすがに嫌がってたらちょっと後で喜んでますそういうことでね、なんかこう悩んでてこう言えないとかっていうのがあったら、私にちょっとこうインスタでもいいんで DM ください、相談乗るよね、相談乗ります、はい、心強い ね、 ね、超心強い、はい、こういうことで悩んでる女性とかも多いと思うんで、言えないとかで、だからぜひこの動画を拡散してほしいなと思います、よろしくお願いします。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう、バイバイ。あ、そう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 、あ、いいね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 、あ、そうそうそう、あ、ここがね、しっかりここを曲げるのが大事だよね、ここがね、頑張ってみて、もうちょっとやってみて、あ、いいねいいね、あ、上手上手上手、もう一回もう一回やってみようか、タイム、いいね、タイム、リカさん。